お前が言う、まさにお前言う。こんばんルクルク。彼らがいたから生き延びられた。コラボの二頭さんがホストの問題の記事を引用してツイートしました。こういう被害に遭っている子、10代でもとても多く、毎週何人も関わっています。特殊な事件ではないです。丸売買業者とホストはグルになり、借金を作らせてスカウトにつないで、風丸店で出稼ぎさせ、お金を回収するなど、女性からあらゆる形で丸搾取しています。警察はもっと動くべき。また業界すべてがみたいな言い方しとるがな。ホストも国が規制して取り締まるべき。あれが合法の国、おかしいよ。こうした被害は丸学生世代にも広がっていて、メンズコンカフェでは飲食店として営業しながら、中高丸に同じ手口で借金を作らせ、丸売買に斡旋している。一見暇そらしもホストを取り締まれと言っているので、真っ当なアンサーをしているみたいなのですが、過去の二頭さんの発言を紹介します。過去の二頭さん、丸々さんが会場で女性ばかりの支援者を見て、若い男も入れた方がいいわよ、男にしか話せないこともあると。その通りだよな。ホストやってる友達の方がどんな支援者より女の子の声を聞いてたり、家に上がりどんな生活してるのか見てたりするし、一番は自分の利益だけど、困っている女の子のためと思い。でも丸や前や妊娠の知識もないし、丸力受けるし、長い目で見れば助けることにならないけど、一時的には若い子を扱う丸族店で働いて捕まった昔の友達もいる。結局彼らも大きなものに利用された。どんな友達と付き合ってんだよ、ほら得意のあれ言ってくれよ。そういう人たちが支援につなぐスカウトとして活躍できるようになればと思うけど、彼らにも複雑な背景があり、10代の頃から女の上に立ち自分は優位にあると感じることを支えにしてたり、操り支配することを楽しんでたりするので、意識や価値を変えるのも簡単でないとも。ホストの彼氏を持った結婚を考える彼女かよ。ここは丸もいじゃないんだ。でも私も大変だった時期をそんな男たちに支えられて生きてきたんだよ。高校中退したけど留年しないように励ましてくれたり、電話で起こしてくれたのも奴らだ。その資金はどこから出たんでしょうね。これが被害者の実態か。ピンチの時に車で迎えに来てくれたり、気晴らしのドライブしてくれたり、ご飯をおごってくれたり、止めてくれたりした。労働時間外に搾取されるホスト、あいつらだった。いっぱい世話になった。女は無力だった。今は世話になったし必要だったが、警察悪を取り締まれなわけですね。ここまで発言してホストという存在を認めといて、ホスト業界もそりゃないわ。その理論でいけば、コラボって女の子助けていいことしてるよね。助けられたり世話になったよね。でも会計とか政治活動とかいろいろやっちゃってるよね。取り締まれなっちゃうよね。今回は二頭さんが真っ当なことを言うものの、お前が言うなという話題でした。ご意見ご感想、綺麗すぎて没にしてた過去二頭に不満の人はコメント欄までお気軽にお願いします。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。次の動画で